どうした？怖いならここを出て他のアトラクションにしようか。ここに入る前、小塚たちと話していただろう。ジェットコースターに興味があるようだったし。そうか。モッキーランドですね。土日はいつも混んでいるけど、平日はガラガラだから最高ですね。いつも机に向かって仕事したら息が詰まるでしょ。せっかくの遊園地なんだから楽しく遊びなさい。先輩、何から行きます？一緒にジェットコースター乗りましょう。これは全員一緒に行動する流れ？この人数でジェットコースターは厳しいんじゃ。君たちで行ってこい。私はここで休んでいる。一人ここに残ってこっそり帰るつもりじゃないわよね。先ほどクライアントから電話があった。できれば早めに対応したい。今日は仕事は一切しないと約束したはずよ。確かに約束したが、連絡が来たからには。約束したわよね。一つお願い事頼まれてくれない？明日の社員旅行、佐京ももちろん参加するけど、あの性格でしょ？私は大学の先輩だけど、ほら、彼懐いてくれないし、あなたにしか頼めないの。そこに行きたいのか？
お化け屋敷なら一緒に行こうか。私が言ったらまずいのか？決めたならさっさと行った行った。集合は5時半、忘れないでね。楽しんできなさい。この洋館が吸血鬼の屋敷の入り口です。お足元お気をつけてください。お二人はカップルですか？お似合いですね。ありがとうございます。よそ見するな。足元を見なさい。木製の廊下に本物の火は危険だ。消防法違反になる。中の様子は想像通りだ。怖がる理由はない。初めてだな。君はお化け屋敷は怖いか？ここは初めてではないのだろう？そうか。私に気を使わなくてもいい。私がお化け屋敷を選んだのは。ジェットコースターより君がここに来たがっていると思ったからだ。君が楽しければそれでいい。この先でキャンドルの火が途絶えている。何かありそうだな。私の後ろにいろ。少しは安全だ。
何をしているんだ。さっきからあの床の隙間を見ていたし、そこにギミックがあると知っていたんじゃないのか。それにつまずいたのもわざとだろ。なぜ怖がるふりをする。私のために。私のことは気にするな。むしろ面白いと思う。そうかもしれないな。古城の廊下は過ぎた。この先はおそらく謎解きに欠かせない場所、吸血鬼の秘密の部屋だ。入り口の地図を見た。そこまでじゃない。ここの内部構造を大雑把に把握しただけだ。足元に気をつけて。こういうの好きそうだな。そうか、なら今後他のお化け屋敷も行ってみるか。大丈夫か。
なんだ。どうかしたか。入場時に配る懐中電灯ならスタッフがコントロールできる可能性もある。暗さに慣れた頃に懐中電灯が使えなくなったら怖がる人もいるだろう。だが炎もあるし大丈夫だ。吸血鬼の秘密とやらを探そう。違うだろうな。換気も音も止まった。きっと停電だ。むやみに動くな。スマホを照明代わりにしよう。ほどなく暗さにも慣れる。私のスマホは手元にない。スマホと車のキーはみんな財前に持っていかれた。私を仕事から遠ざけるためと言ってな。笑うな。壁に沿って歩くぞ。ほら、来る途中の廊下に小さな窓があった。あそこから光が入ってきていたから、そこまで行こう。はぐれないように手を引いて歩くぞ。いいな。ゆっくり歩きなさい。
怪我はないか？平気だ。入り口の地図に吸血鬼の棺がある場所が書かれていた。私たちは多分その棺の中に落ちたのだろう。開けられるか試してみる。じっとしていなさい。電気が復旧したようだな。怪我はないか？待て。すまない。蓋が少し重くてな。とりあえずここから出るぞ。誓いを破ることを許してほしい。今宵の終わりを告げる時こそ、この永遠なる命の最後の時。暗い生の中、君だけが私の光だった。時計の中に肖像画が刻まれている。
撮影ポイントで撮ったものです。お好きなものをお持ち帰りいただけます。スマートフォンをお持ちでしたら画像のデータも転送できますので。前からありましたよ。あまり知られていなかったのですが。それに昔はスタッフも面倒がって説明しなかったことも多かったので。ですがモッキーランドは訪れた人々に記念すべき日を過ごしてほしいと思っています。そのための撮影ポイントです。記念すべき日。中の様子は想像通りだ。怖がる理由がない。この写真を持っていくか。わかった。今はいいです。ありがとうございました。どこかでコーヒーでも飲んで休もうか。そのつもりだが。その靴で随分歩いただろう。足が疲れるんじゃないか。では、私が疲れたということで。なぜため息をつく。退屈させたか。
仕事のことか？どちらでもない。子供の頃を思い出しただけだ。子供の頃を思い出しただけだ。小さい頃、両親は仕事が忙しかったから、こういう場所に来る機会はなかった。中学に入る頃、私が師事した教授がステラ大学に来た。両親と親しかったから、よく私の相手をしてくれた。そうか。あの人はいつもそうだ。よく私の相手をしてくれたが、出かけることはほとんどなかった。ある夏休み、自分にとっての記念すべき日はいつか、一週間以内に考えろという宿題を出された。ああ、私もそう思ったよ。一週間で、私はいろんなことをやってみて、最終日に20ページの作文を書いた。それを渡したら、あの人は大声で笑ったんだ。このままじゃ、ガリ勉になりかねないと。そしたら、私は開園して間もないモッキーランドに連れてこられた。あの頃は、アトラクションも今ほど多くはなかった。お化け屋敷はその少ないアトラクションの一つだった。先生はお化け屋敷はストレス発散になると言ったが、どうせ私の怖がる姿が見たかっただけだろう。あの頃の私は幼かったし、こんな場所に来たこともなかった。だから少し期待した。いや、ここまでは来た。先生は遊園地で力尽きるまで遊べと言った。それが子供にとって一番記念すべき日だと。だが、そういったそばから電話がかかってきたんだ。緊急な案件だったらしい。そうだな。あの日そもそも出かけなければ残念とは思わなかっただろうが、帰り道、先生はずっと謝ってくれて、私はまた今度連れてきてくれればいいと言った。もう忘れたと思っていたが、まさかあの日のことを鮮明に思い出せるとはな。これもある意味、記念すべき日なのかもしれない。
でも先生も間違っていたと今思う。私は何か特別なことをしたとしても、その日を記念日にしたいと思ったりしない。大切な人がそばにいれば毎日だって記念すべき日だ。今日はありがとう。もうお化け屋敷にいないと思ったらこんなところにいたのね。スマホと車のキーを返しに来たのよ。お邪魔だった？じゃあ私はこれで。楽しんでね。集合時間に来なくても大丈夫だから。もう休憩は十分だろ。遊ぼうか。すみません。昼頃の写真はまだもらえますか？あ、はい。まだお写真は残ってますよ。写真は全部この中に入ってます。データはモッキーランドのアプリをインストールすれば直接ダウンロードできます。今はいいとおっしゃっていたので念のために取っておいてよかったです。あの、もしかして彼女さんの気が変わりました？本に来ます。私が記念に欲しかったので。記念すべき日を過ごせたようで何よりです。